おはようございます。今日はシカゴ2日目。今日は1日ね、観光に使えるんでちょっとどっか出かけようかなと思ってますっていうところで、いやー、シカゴは都会だよな。すげーわ、このビルとか。まあ、あっちも多分マンションだと思うんだけど、すげーよな。あとね、1日もう昨日の夜中中かパトカーが走り回ってた。いやー、殺伐してるな、ここら辺は。怖いわ。夜は出歩かん方がいいね。じゃあまあ今日も一日楽しみます。これからミレニアムパークだな、ちょっと出かけます。歩いて多分10分もかかんないはず。ちょっと時々ビデオを撮りながら行こうと思ってます。いやー、風は吹いてるけどちょっと寒いな。シカゴクラウドゲート来た。こんななってんだ。雪がないからあれだね。想像した図とはちょっと違うな。すごいわ、こんな感じよ。すごいっすね。一応ちょっとお決まりで下くぐりますよ。下こんな感じ。みんな、本当だ。こんな感じよ。中もこんな反射。反射する。わけわかんねえよ。抜けれる。こっち側から見るとこういう感じ。近い。で、次ちょっと美術館に行こうとしてんだけど、そこが美術館でいいのかな。でもさっきの地図からすると違うっぽいけどな。違うんこかな。湖、ちょっとあれ見たれ。一応顔になっとんねんけど、ちょっとわからん。ちなみすごいとか、すごい向こうまであるもん。すごいわ。日が当たるところに行くと暖かいけど、ビルの谷間は寒いな、日が当たらなくて。つれえな。あとあの太鼓の人の音たちがすごい。あそこはアイススケートリンクだって。結構みんな滑ってるな。手すりの掃除してるところで。まあ俺もどっちかやったら手すりの掃除の係やからな。さて歩いて帰るかい。ラウンジを抜けて、もうすぐ搭乗だから、搭乗口にも向かいますと。ありがとうございます。こんにちは。1A。 はい、ここでした。今回はここです。ファーストクラスです。広っ。これは快適だ。ファーストクラスすげー。こんな感じ。いや、横も広いよ。これなら快適に帰れるな。
うん、足元もめっちゃ広い。ファーストクラスのヘッドホンはソニーじゃなくてボーズ。あれなんか前菜、あとこっちは日本酒14だ。すごい匂いする。いただきます。前菜ガーリックトースト美味しそう。いただきます。あとチョウザメのスモーク、こっちはキャビア乗せていきます。これもくっつけて美味しそう。キャビアめっちゃ乗せ、別の日本酒黒龍にした肉、これはなんかブルーチーズだし、肉は美味しかったけど、一緒についてきたあとのポテトがちょっと甘くて食べれなかった。デザート、いやーこれもうまそう。食後のコーヒーはフレンチプレスです。納豆海鮮丼、酒は14台、まあ、そうサバに当てを入れる。ファーストクラスが空いてたからベッドを用意してもらった。